バラバノボ市の紋章、バラバノボは、ロシアのカルーガ州北部にある都市。丘側の左支流であるプロトバ川の左岸に、一致している。州都カルーガからは北東へ75キロメートル、モスクワ州との宗教にも近い。人口は2002年全ロシア国勢調査で23,312人。バラバノボの村は17世紀の記録に所出している。 1899年にモスクワブランスク警府間の鉄道が開通し、駅周辺に家が集まるようになった。1935年には都市型集落に、1972年には市に昇格している。バラバノボの主な企業は大手のマッチ工場に、フィンランドスウェーデン系の大手包装材製造企業、ストゥーラエンソの工場である。交通は、 モスクワ・ブリャンスク間の幹線鉄道のほか、モスクワ・ブリャンスクを経て、ウクライナのキエフ方面につながっている M3 幹線道路が通る。またバラバノボで M3 とモスクワ大環状道路 A108 号線が交差している。数学者パフヌティチェビシェフは、バラバノボ近郊のオカトボ村で生まれ、幼少期を過ごしている。ありがとうございます。